はい、どうもこんばんは、水にゃんです。本日のサブチャンネル、2本目の動画になるんですけど、レペゼン地球のですね、無観客ライブ、見てたんですよ。で、非常にですね、僕は、感動しました。で、これまでですね、僕レペゼン地球に対して、どういう印象を抱いてたかっていうと、動画自体はすげえ面白いなって思ってたんだけど、そのレペゼン地球の振る舞いってすっごいなんかチャラチャラしてて、で苦手だったところってあるんだよね。で、今回ね、その無観客ライブ見て、でそのレペゼン地球のメンバーの人たちが一生懸命ね、そのこの新型コロナウイルスのこうね、逆境に負けないようにやってる姿見て、俺はすごい感動した。で、その DJ 社長ね、すごいね、なんか真面目なんだなって思ったよ。その外見はあんな感じだけど、多分根はすごい真面目なんだなっていうふうに思う。で、やっぱりさ、僕も一応経営者をやっていて、で、新型コロナウイルスの影響って、多少なりともその影響出てるところもあるんだよね。例えばそのうちってどういう仕事をしてるのかって言ったら、その一つの事業として、イベントのお手伝いとかをやってたりとかするんですよ。で、その新型コロナウイルスの影響で、イベントとかが結構、ポシャったりとか、してて、で、そのイベント事業の方は、売り上げもない状況でね、その他の事業でなんとかね、その、カバーしようと、一生懸命こうやってるわけなんだけれども、だからレペゼン地球なんかさ、動画にもこう広告つけてないし、で実際ライブとかそういう CD だったりとか、あとはいろんなものでこうなんとか食いつないでるような状況の中で、よくだからあれやりきったなって思うよ。やっぱね、メンタルは相当強いんだなって。普通さ、人間ってそのね、逆風が吹き始めると心が折れる人も多かったりとかするんだよね。で、例えばなんだけど、今回の新型コロナウイルスの影響で、僕のその周りのその経営者の人でも、その何人かね、会社を畳むとか店をこう閉店するとか、そういうことをになっちゃった人たちもいたりとかするわけで、別にそのそういう人たちが僕はメンタルが弱いとは思わないのね。ただ彼らは彼らの中でちゃんと自分の中でポリシーがあって、しっかり戦略があって、でその上で自分たちが事業からこう撤退するっていう道を選んだだけで、決してこう彼らがメンタルが弱いとか負けたとかそういうものではないと思う。で、やっぱレペゼン地球の DJ 社長だって、今回の新型コロナウイルスで、ドームツアーがポシャったこと、多分すっごい多分きつかったと思うし、でメンタルにもがっつりきたと思うので、ファンの人たちの前ではすごくこう強がりとかを見せてたはずなんだよね。でも実際、こうやって無観客ライブやって、で、その20万人だっけ、同説が、これすごい数字だと思うんですよね。で、なかなか多分同説20万人の人に見てもらうライブっていうのは、例えばさ、嵐とかそのクラスになったら別格だからさ、もっといると思うけどね。でも20万人ってこう YouTube からこう出てきた人たちで達成するのってかなりすごい話だよねって。で、そういう意味ではもう本当今回のライブ、僕拍手喝采を送りたいなというふうに思います。なんだかんだその DJ 社長はすごくようで、僕は YouTube の中でも陰っていう感じだと思うんですよね。だから陰と陽って多分視聴者から見たらすごい思うかもしれない。ただやっぱりなんかレペゼン地球の DJ 社長の言葉一つ一つに、なんか僕はすごい引きつけられるものも感じたし、でその共感するところもあったりとかしたから、だからそういう意味ではなんかね、ある種シンパシーみたいなのを持ったかなって思うね。やっぱね、頑張ってる人のね姿って、どういう状況になったとしても非常に美しいわけですよ。これ綺麗事でも何でもなくてさ、で、そのビジネスって結構僕ギャンブルみたいなこうところってあると思っていて、でどんなにそのビジネスの才能がそのあったとしても、でその時のこう環境であったりとか運、そういうもので成功したりとか失敗したりとかすることだってあったりとかするわけね。でもそれが良かったか悪かったかなんてものは、もうこれは今後のこうね、歴史が証明することしかできなくて、
で今こうやれることを全力で頑張って、その積み重ねで自分の未来を作っていく、自分たちの未来を作っていくしかないんだよね。でそういう部分っていうのは、まあ、その DJ 社長というかレペゼン地球の今日のライブで、まあ、再度なんか思わされたこうところだなっていうふうに思いました。まあ、今後もね、まあ、レペゼン地球が、まあ、YouTube の中でこうやらかしたら、まあ、ディスるだろうし、で、レペゼン地球が、まあ、いいことをやって、でそれでこう叩かれたりとかしたら、まあね、YouTube のこう動画上でも、まあ、ちっちゃい規模ではあるけれども何かこう助け舟を出せたらなって思う時もあるだろうし、だからまあ今後もね、まあ、その今回別に俺はレペゼン地球のファンになったわけではないから、まあそのねないけど、まあ、ただそのライブ自体はすごくまあ感動させられたかなっていうまあ感じがまあします。まあ、実際まあ多分僕のね、まあ、動画見てる人とかでも、まあ、見た人は多いんじゃないですかライブで、まあ、それぞれまあみんな感想とかってあると思うんだけど、あれに関してはこうディスる人って多分いないんじゃないかなというふうに思うんだよね。まあ、多分ディスる人っていないんじゃないかな多分ね。結構みんな、うん、よかったっていう声が、まあ、僕の周りとかでも多かったりとかしたから、まあね、ディスってる人はディスってる人で、何をなんかね根拠にしてディスってるのか俺にはちょっと分かんないかなっていう感じ。まあただただこうね、さっきも言ったけど頑張ってる人って非常に美しいよねっていうふうに、まあ、僕は思いましたけどね。でまあ、これからね、まあ、実際アフターコロナになって、で世の中がどうなっていくかってまだまだ分かんないわけよね。ですごくまあカオスになって、でそれでね、いつになったらこう大規模なライブができるのかとかってのも、まあ、見通しって、まあ、ほぼほぼまだ立ちにくいじゃないですか。で実際その僕のところにもね、まあそのまあ、年中イベント大きいイベントは厳しいんじゃないかみたいな話とかも来てたりとかしてて、でなんとか、まあ、この逆風をね、まあ、僕自身も自分のその仕事でね、跳ね返していかなきゃいけないなっていうのはかなり、思っているわけですよ。で、まあ、レペゼン地球の DJ 社長もある種同じ思いだと思うし、まあ、僕含めてその他の YouTuber さんとかも多分同じだと思うんだよね。でなんだかんだそのコロナの影響で、まあ、そのいろんな企業が YouTube に対する広告費を削減していて、で、まあ、その YouTuber にこう、ね、割り振られるこう広告料というのもどん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 その、ね、減ってきているというニュースもある。まあ、実際そうなのかって言われたら、まあ、そうだねと思うところも、まあ、内心まあ俺としてはあります。まあ、ただね、まあ、そうだからって言って、まあ、くじけてはられないのでね、まあ、僕自身も少しでもまあいい動画を出せて、でみんなの前でいいパフォーマンスをちゃんと示せればなっていうところは、まあ、常々ね、まあ、思ってるこうところだったりとか、まあ、しています。まあ、ただなんかね、僕自身、まあ、コロナのこう自粛期間何やってたかっていうと、なんだかんだ忙しかったんだよね、いろいろ。まあ、別になんかね、イベント関係の仕事以外にもいっぱいあったから、仕事ってまあ、それをコツコツまあこなすだけだったんだけれども、ただやっぱりこう将来に対するこう不安っていうのはまああった。ただまあその将来に対するこう不安があったとしても、その今の自分を頑張れば、今自分が頑張れば将来何かしらそれがね、プラスに働こうがマイナスに働こうが、一つのこう経験値を積むっていうことにこうつながってくると思うから、こういうこう経験の蓄積ってすごくね、今後に生かすことができると思うんですよ。でみんなもね、多分だけど、まあ、今後ねすごく大変な時に、まあ、遭遇すると思うんですよ。大変な時に遭遇すると思うんだけど、まあ、そうなった時にね、そこをねちょっと、まあ、乗り越えていくだけで、まあ、将来それがね笑い話になったりとか、将来その経験元にしてで動けたりとかすることだってあるから、まあね、いくら辛いことがあったとしても、その目の前にあるものをコツコツこなしていくしか人間にはないんだよということをね、まあ、この動画で伝えられたらなと思います。まあ、なんだかんだやっぱレペゼン地球のね、無観客ライブには感動させられたし、すっごくいいライブだったし、であれ本当になんかね、こういうコロナの時代だからこそできたものだと思うんだよね。で今後のなんかそのアーティストのその在り方みたいなのもすごく変わってくるだろうね、
このコロナの時代で。だからまあその、まあ、無観客ライブというかライブをやりながら、まあ、その実際、お客さん入れてライブみたいなスタイルっていうのもこれからこうどん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 できてくると思うし、でやっぱりこうレペゼン地球の場合は全国にファンがいたりとかするわけで、でわざわざこうね現地に行かなくても、ライブを見れるような、まあそういうね、あのパブリックビューイングじゃないけどそういう形とかもまあできるんじゃないかなと思うし、である種あれ一つの実験になったんじゃないかなってこう感じさせられました。まあそんな感じですね。まあ本日の動画見てくれてありがとうございました。以上水ニャンでした。じゃあね。